ルパート・クロスは、アメリカ合衆国の俳優である。1927年、ニューヨーク州ニューヨーク市に生まれる。幼くして、父親を亡くし、ネイビス島へ渡って祖父母から育てられた。その後、アメリカ軍へ従軍するために帰国し、2年間在籍した、あとは大学へ進学。演劇を学んだ後に、ジョンカサベテスに指示し、さらに演劇を習得した。 1959年にカサベテスが監督したザ・シャドウで映画デビューを果たす。その後はテレビドラマシリーズなどへの出演を重ね、1961年に再びカサベテスが監督した作品、よみがえるブルースへ出演。それ以来はコンスタントにキャリアを積み、映画からテレビドラマまで様々な作品へ出演し、役者として認知されるようになった。 1969年にマーク・ライデル監督でスティーブ・マック・イーン主演のコメディ映画華麗なる週末へ出演し劇中に登場する黒人キャラクターのネットを講演した。同作品ではその演技力が評価され1970年のアカデミー助演団優勝にノミネートされた。それ以外での出演作ではドン・アダムスと共演したテレビドラマシリーズ ザ・パートナーでも知られている。キャブ・キャロウェイの娘である、クリス・キャロウェイと結婚。二人の間には一人の息子が生まれた。1973年、肺がんのためネビス島で死去した。45歳だった。ありがとうございます。